プログラミング言語の型システムにおける共変性と反変性とは型の狭い方から広い方への順序付けとその間の相互可換性または特定の状況下での同等性を指す。例えば取り得る値が A、B、C、D である方は取り得る値が A、B しかない型より広い。よって型変換 A、B、C、D 対 A、B は 共変変換である。同様に、型変換 A、B 対 A、B、C、D は関数の半変変換である。複数の同等でない方が同一の値を取り得ることに注意すること。例えば、取り得る値が A、B である方と B、C である方は互いに同等でないが、取り得る値が B である方とは、それぞれ B A、B び B 対 B、C となり、いずれも同等である。クラスにおける型の同等性は、継承の階層関係によって暗黙的に示される。しかしながら、派生クラスでの変更によっては、この表明に違反する可能性があるため、プログラミング言語の中には、特定の状況下でのこの暗黙の同等性に関する前提を限定するものもある。例えば、 C3.0 の総称型パラメータは、強編性も、半編性もサポートしていない。アイニューマラブル、タイプデリバットフロマはアイニューマラブル、永遠 A に代入できそうに見えるが、代入可能でない。C4.0 では、これがサポートされるようになった。なお、普通の配列型は、ネットの導入以来、常に強編性と半編性をサポートし続けている、厳密に保証されているわけではない。 配列の代入が正当に行われても実行時に例外が発生する可能性がある。プログラミング言語の型システムにおいて型変換演算子がこれらの用語は数学の権論に由来する。権論では強変性と反変性をより一般的に定義しており、コンピューター科学におけるこれらの用語の定義は権論におけるベクトル空間上での定義と同じである。この区分は クラス階層におけるメソッドの引数及び戻り値の型を検討するときに重要である。C のようなオブジェクト思考言語においては、クラス B がクラス A の派生型であるとき、B のメンバー関数はいずれも戻り値の型集合が A のものと同じかより小さくなければならない。すなわち戻り値の型は共変である。一方、 B のメンバー関数の取り得る引数の型集合が A のものと同じかより大きいとき引数の型は半辺である。B のインスタンスにとって問題なのはどうすれば A のインスタンスを完全に置換可能かということである。型安全性と置換可能性を保証する唯一の方法は入力に対しては A と同等かより寛用に出力に対しては A と同等かより厳格に振る舞うことである。ただし、すべてのプログラミング言語があらゆる文脈でこの二つの性質を保証しているわけではなく、不必要に厳格なものもある。つまり、特定の文脈においては、共変性や反変性をサポートしないことがある。典型的な例を示す、オブジェクト思考プログラミングにおいては、 サブクラスでメソッドをオーバーライドした場合、痴漢が暗黙的に行われる。すなわち、元のコードで古いメソッドを呼び出すと、新しいメソッドが代わりに実行される。どのような形式のオーバーライドを許容するか、オーバーライドされたメソッドの方が、どのように変化するかは、プログラム言語によって様々である。これらの用語は、数学の権論に由来する。 型システムにおける型がけん C をなし、社が派生型関係を表すものとする。派生型関係はリスコフの置間原則に従うものとみなす。すなわち、型 T のいかなる式も、型 S が ST を満たすならば、型 S の式で置き換えることが可能である。型 P を受け取って、 型、R を返す関数を定義すると、型システムにおいてはその関数名と対応付けられた新たな型 PR を生成したことになる。このような関数定義演算子がすなわち、この新たな型を生成する席主 FCCC である。リスコフの置間原則から、この席では、第1引数においては半辺で、第2引数においては、とも辺でなければならない。 ルカ・カーデリー、S. Semantic of Multiple Inheritance、Inf、コンプヤット、七十六、ピアニッシモ、百三十八、百六十四、千九百八十八、ありがとうございます。